有神神社は、富山県都並市にある神社である。通称、章の宮、おす神様。章下郷の僧者である。旧社格は豪社。この神社の一体を、有神の章と呼んだことから、そこを流れる川が章川という名称になった。かつては、やはり当社にちなんで、有神三河と呼ばれていた。水神の高尾神、闇神を主祭神とし、瀬織津姫神を廃止する。 創建の年代は不詳である。国史の初見は、日本紀略延暦14年8月18日上で、高瀬神、雄神、二条神に15以上の深海を授けたという記述である。さらに、以前、焦燥院に収められている天平法寺3年11月14日の、この周辺の地図には、当社時計派神社との土地の分配についての記述がある。演技式神明帳には、 トナ郡七座のうちの一社として記載されている。社名の勇神は演技式神明帳で、そのすぐ上に姫神社が書かれていることから、姫神に対する勇神であるとも、祭神がお神であるからとも言う。ただし、現在神の二神の神は、社名からの不快であるとされる。もとは、昭川の近くに社地があったが、漢文三年、洪水により、本殿と拝殿の間に、 小川の新しい流路ができてしまった。そのため、宝永七年に本殿を高台の現在地に潜座し、残った廃殿に本殿と同じ神を勘定して、元新神社とした。後に、有新神,神社の拙者で、宇賀弁祭天を祀る、弁財天宇賀社を元おすか神,神社に合祀し、元お神神社を弁祭天社に改称した。弁祭天社では三十三年に一度御会長が、 行われ、多数の参拝者が訪れる。中世、越中国の一行衆都が、福密城主の石黒氏を滅ぼし、その領地にあった高瀬神社が一行衆都の支配下に入ったとき、高瀬神社の一部の神職が、当社に転じている。現在でも両者は、関係が深く、宮司は、両者で兼任されている。ありがとうございます。